でね、聞いてよマリナさん、その時のアリサの顔がすっごい可愛くて。あのアリサちゃんがね、なんか意外。私も見てみたかったな。あ、こんにちは。え、今はマリナさんとバレンタインの話をちょっとね。アリサと一緒にチョコを作った時のこと。けど確かにバレンタインの翌日、かすみちゃんが駆け込んできて、アリサちゃんにチョコをもらったって喜んでたよね。それじゃあポピパのみんな喜んでくれたんだ。よかった。それを聞いて私まで嬉しくなるっていうかさ。口ではバレンタインなんて興味ないみたいなことを言ってたけど、チョコを作ってる時のアリサ、すっごい真剣な顔だったんだ。それに完成した時も本当に嬉しそうだったし、なんていうか、あの素直じゃないところが可愛いんだよね、アリサって。なんか応援したくなっちゃうっていうか。え、私が面倒見がいい？ちょっとやめてよ。いやいや、私も同意見だな。リサちゃんってアリサちゃんだけでなく、みんなの面倒見が本当にいいよね。マリナさんまでやめてって。だってほら、前にアコちゃんが自分の服にジュースをこぼしちゃった時とかもずっと拭いてあげたりしてたし、練習でうまくいかなかった時は付き合ってあげたりしてるでしょ。それはなんていうか、困ってる人がいると気になっちゃうからさ。ほんと、ロゼリアのお母さんって感じ。わあ、女子高生にお母さんはやめて。そんな貫禄ないし。そっか、お母さんは言い過ぎちゃったかな。けどもしも私が誰かの力になれてるなら、それはすっごい嬉しいことだって思うよ。うん、リサちゃんのそういうところ本当にいいと思う。君もそう思うよね。なんかそんなに褒められるとちょっと変な感じ。二人ともありがとう。それじゃあ嬉しいことを言ってくれた二人に、はい、これ。これはチョコ？私たちにもいいの？もちろん、いつもお世話になってるから、そのお礼。これからもよろしくね。